はい、JJ の矢でございます。川上淳二でございますと。はい、そしてこちらが酒井陽子でございます。はい、年末だね。もう早いですよ、ね、早いんだよ。もう10月末だよ。そうなんですよ、うん、あっという間です。もういつもだったらね、もう忘年会だったりとか、確かにいろんな仕込みを皆さんクリスマスとかねやられてらっしゃると思ってるけど、今年はどんな感じになってるの？今年はだってほらハロウィンも各所でこう中止とかじゃないですか、うんうん、そうだよね。まあでも何もないと寂しいですからね。そうなんだよ。何かこうね、みんなでこうちょっとご飯外に食べに行くぐらいはしたいなって思います。そうなんだよ。で俺もね、だからいろいろ気遣いながらも、でもみんなも徐々にさ、いろいろその外で食べたり飲んだり、うん、まあし始めてるし、少し交流会だったりとかもね、人数だったりとかを考えながらやりだしてるから、はい、僕もねちょっとクリスマスの会はちょっとやろうと思って、うん、今企画を進めてるのね。だから今日はねちょっとその辺のね、はい、話を皆さんもさ多分ね知りたいところでもあるじゃない。気になりますね。そうだからその辺のね、もう業界でさまざまな側面のことをよく分かっていらっしゃる社長を呼びした。今日はお、うん、タイムリーですね。しっかり聞こう、聞いていきましょう。マクロな話も、うん、身近な話もね、うん、ちょっと聞こうと思ってね。じゃあお呼びしますか。はい、はい。今日のゲストは株式会社ユーステンメディアの代表取締役社長成内英輔さんです。はい、どうぞこちらへ。はい、どうも。よろしくお願いします。はい、早速一皿 T シャツ。ああ、そうですね。うん。いいね、いいね、いいね。ちゃんとコロナ対策もね、はい、させてもらってるから、ね、いいですね。安心してもらって、はい。たくさんのスタッフを抱えてるからさ、社長にね、何かがあったらまずいからさ、ね、ちゃんともう防御壁があってきたよ。大事ですね。大事。じゃあ乾杯しましょうか、早速ね。はい。はい、はい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、どうも。本当はね、もうハグをしていきたいノリだけど、ちょっと距離を置きながらね、ええ、ゆっくり語られればなと思うんだけど、はい、会うのはこの間のズーオンラインでの、そうですね、ウェビナー、そうだよね、はい、飲食店のコロナ業界の、えええー、とビスポの高岡代表と一緒にゲストで ね、はい、そうですね、成内さんにも出てきてもらってね、はい、あれ語ってもらって以来だったですか、ね、6月ぐらいですかね、1ヶ月半ぐらい前かな、ええ、ねえ、しっかり語ったけど、そうですね、あれ最近だから真面目な語り多いんだよ。そうですね、あれだから合ってたのかどうかっていうとオンラインですよね。そうなんだよ、そうなんだよ。だから本当に久しぶり、そうだよね、対面久しぶりかもしれないですね。そうだね、最近ありがちな、そうだね、まあ、まずねちょっと今オープニングトークでも話したんだけど、はい、まあ、これからね、まさに忘年会、クリスマス、うん、新年会のシーズンに突入するじゃない、はい、だからすごくその一般的なエンターテインメントというか飲食の話も聞きたいし、はい、まあ、当然そのコロナ禍の中でこの2020年いろいろあったと思うんで、ね、うん、そうですね、その辺の話もちょっと赤裸々な話をさ、はい、もうしっかりと飲んでいただきながら聞きたいなと思ってるんですけど、ね、まずね、今日見てもらってる人の中でも、はい、有線メディアのことを知らない方もねいらっしゃるんで、はい、ちょっとまずはその成内さんの方からさ、はい、有線メディアってどんな会社なのみたいなところちょっと聞かせてもらってもいい？あ、そうですね、うん、我々はいわゆる有線、音楽の有線がある有線ネクストホールディングスの、うん、一事業会社という形です、うんうん、でその中でウェブメディアの事業を中心に展開してるんですけども、うん、まあ、知っていただいてる中でやっぱりグルメサイトの一皿、うん、まあ、これがメインのこう事業サービス、こちらのサイトね、うん、形になります、うん、でこのサイトは実はもう20年前に立ち上がっていて、うん、まあ、実は川上さんと一緒にやってたのもある、関わってたことあるね、はい、僕もね、うん、最初グルメピタっていう名前であって、その後グルメギャオっていうのがあるんですけども、うん、まあ、今2012年に一皿っていうネーミングでやってるんですけども、うんうん、これ人と皿で一皿っていう意味で、料理人にフィーチャーして、うんうん、シェフの人をクローズアップして、まあ、お店を紹介するってい こうグルメサイトという形になってます、うんうん、でここを今僕ら運営してるというところですね、うん、であと まあ、今年、まあ、コロナがあって五輪も延期になっちゃってっていうのもありますけども、まあ、一皿のインバウンド版で、うん、セーバージャパンっていう、うん、サイトも展開してます。こちらのサイト、はい、これ、うんうん、海外の人が日本のお店を探すときに、見るウェブメディアという形で、うんうん、この一皿とセーバージャパン2つがこうメイン事業という形ですね、うん、なるほどなるほど。
なんかさ、すごく見てた、今日ちゃんと久しぶりにさ、しっかり両方とも見込んできたんだけどさ、はい、本当にすごいクオリティっていうか、はいはいはい、めちゃめちゃそのしっかりと作り込んでるなと思ってさ、うん、それは写真含めたり、はい、まあ、あのサイトのね記事コンテンツ含めても、まあ、とっても、まあ、気配りがいってるなと思ってるんだけど、はい、正直ね、僕が関わってたところは、ええ、もうちょっと、はい、もうちょっとね荒かったよ荒かった、はい、でも今のは本当に細部までこだわってやってるなと思ってて、どうしたのこんなに変わっちゃって。そうですね、うん、一番最初立ち上がった時は、うん、僕も新卒だったんで、うん、最初の立ち上げ業やってましたけど、うん、僕がデジカメ撮ってましたからね、あの当時ね、自分で買ったサイバーショットで撮っていて、うん、でも一皿の前身のグルメギャオの時から、うんうん、プロのカメラマンがお店の写真を撮影するっていうような体制にして、うん、まあ、その時にこう写真が綺麗みたいな一つ強みというか、うん、っていうのができた形ですね。だからやっぱりどっちかっていうと僕らはこうユーザー側の視点とかお店の視点とかこのバランスの中でどっちっていうのがあると思うんですけど、うんうん、お店側に近い立ち位置だったりするので、なるほど、お店の魅力を、まあ、よりちゃんとこうユーザーに伝えられるように、うん、写真のクオリティは重視してなるほどねやってますね。なるほどね。一皿にしてから、まあ、そこに、まあ、さらにシェフに対するこうインタビューとか、うん、まあ、料理人歴であったりとか、うんうん、あとはお店がこれだけは食べてほしいみたいな、うん、ベスト3みたいなのも載せてるんですけども、うんうん、まあ、そういうのもこう載せるようにして、まあ、お店の魅力を伝える一方でこうユーザーがそのお店使う時も、うん、ちゃんと魅力が分かった上でお店に行くとか、うん、何を頼めばいいのかとか分かるようなこうマッチングの情報を載せてるっていうところですね。なるほどね、はい、なんかさすごくいいコンセプトだと思うのよ、はい、なんで他やってなかったんだろうと思うくらい、うんうん、その料理人の方が勧めているお店、はいはいはい、それはいいに決まってるよ、それをどこも僕はやってるのはあんま見たことなくて、はいはいはい、で料理人にフォーカスして今何人いらっしゃるの料理人今掲載自体は1万3000人ぐらいのシェフが1万3000人もいる、はい、載ってますね。ああそうなんだ。でその方にさちゃんとフォーカスしてさ、はい、その子たちが真心込めて作ってる料理からお店を選んでいくってさ、うん、とっても本質だと思うし、すごいいいと思うのよね、うんうん、だからそれに行き着いたのは何かきっかけがあったの？いやそうですね、やっぱりグルメサイトたくさんあるじゃないですか、うん、だからまあビジネスでいうとレッドオーシャンなマーケットの中で、うん、まあ、うちはやっぱりまだ後発だったので、うん、まあ、どうやって強みを作っていこうか、で一つはまあシェフにフィーチャーするっていうのがあって、で多分これは優先が営業が直接お店に訪問して、うんうん、ご契約いただいたりとか、うん、まあ、カメラマンも直接お店に行ってっていうことなんで、うん、まあ、その間こういわゆる CGM って、まあ、ユーザーが投稿して作っていくっていう媒体がガーッと伸びていきましたけども、うんうんうん、まあ、キッチンの中にいる料理人の情報をこう引き出すのは、うん、まあ、直接お店に訪問してる、まあ、優先みたいな、うん、まあ、僕らみたいなグループだからこそ、うん、まあ、できるんじゃないかっていうのがまあ一つですね。なるほど。であと当時ちょっと中国の毒餃子とか、うん、一流ホテルの食品偽装とか重なった時期があって、なるほど、食に対する安心安全みたいなのが、うん、こうちょっと不安がられる時期があったんで、うんうんうん、まあ、お店の人が顔を出してるっていうのは、まあ、一つ安心安全のこう訴求にもなるだろうっていうんでこうシェフにフィーチャーしたっていうのがありましたね。でもやっぱそれだけだとまだパンチが弱いというか、うん、まあ、もちろんお店の人の顔が見えた方がいいんだけれども、うん、もうちょっとこう強みないかっていうんでこう日々考えてたんですよね、うん、なんかないかなみたいなのを探してたら、うん、たまたま日経のアプリ見てたら、うん、アメリカでシェフズフィードっていうアプリがあって、うん、まあ、それはシェフが1000人のシェフが自分のこうおすすめをレコメンドしてるみたいな記事があって、うん、シェフが自分のこう気に入ってる店とか、まあ、おすすめの店をこうレコメンドするっていうのは成立するんだと思って、うんうん、でこれがじゃあま、アメリカでもこう匿名 の, 口コミの Yelp とかいろいろ流行ってるけども、うん、まあ、いわゆるフーディーっていう食通には、まあ、このサービスが人気だみたいなのが出ていて、なるほどね、まあ、じゃあこれを日本でやれるとしたらもうシェフとこうリレーションがある、うん、一皿であればできるんじゃないかと思って、うん、まあ、当時5000人ぐらいシェフがもう載ってたんですけど、うん、まあ、過去に掲載してるシェフにもおすすめの店を
こう一軒一軒聞いていくのと、うん、まあ、新規のお店を毎回基本的にはお伺いするっていうふうにして貯めていったのが一皿の中のシェフがおすすめするお店っていう企画ですね。なるほど、はい、もうだから8000店舗ぐらいって書いてあったんだけど、そうですね、すごい数じゃない、はい、うん、でね、中も見たの、そう、すごくしっかりと書いてくれてるの、うんうんうん、どこがいいのかしっかり書いてくれてるの、うんうん、で何店もおすすめしてる人もいらっしゃるの、うんうんうん、そのね書き込み方がなんていうのかなあ、じゃあ行ってみようかなってなんのよ、やっぱそれは説得力あるからさ、うん、そうですよね、あ、だからすごい切り口がすごいいいなって本当に思うんだよね、はい、うん、で最近ねもう一つ思ったのは、すごくねそのねやるべき今やるべきことをすごく やる会社なんだなっていう印象を持ったので、はいはい、例えばしっかりと安全宣言しますと、はいはいはい、まあ、歌ってるんだよ、うん、でそれは今この時期だから、だからうちは安全な店をちゃんとフォーカスして伝えたいっていう意思がめちゃめちゃ、その宣言の字がでっかいんだけど、はいはいはい、あのそうそうそう、いや見てくれてますね、そう、それもそうだし、はい、テーブル4-2とドネーションもやってるじゃない、はいはいはい、誰もなんか社会貢献をしますって、うん、まあ、言い切ってる感じもすごい、はい、まあ、伝わってきて、なんかいろんなことをとにかく今やれることを一生懸命やっているんだなっていうのはすごい僕は伝わってるんですよ、はい、うん、必死ですね、必死、必死なんで大丈夫、こうやって汲み取ってる人間は汲み取ってるから、いや、ありがたいですね本当に、はい、どうだってあの今、まあ、まあコロナの話はもうちょっと後で しっかり話すか、セイバージャパンの話もしようか、はいはいはい、セイバージャパンちょっと、まあ、コロナの話はしっかり後で聞くけど、セイバージャパン自体はどういうところにこだわってやったりしてるの？そうですね、うん、あれももともとは本当に東京五輪が決まった、うん、あの朝のニュース見て、うん、あの東京ってその時にもう、あ、今やろうと思って、それでこうどうやって作っていこうかみたいなのをこう社内で議論して、うん、あの担当の人たちがいろいろああだこうだこう練り上げててくれて、うんうん、立ち上がって5年ぐらい経って今年だったっていう、あ、5年経つんだ、そうですね、感じですね、で、あの一個やっぱりこれもシェフがキーポイントだなと思ってるんですけども、うんうん、あの一皿初めてシェフにフィーチャーした時に、うん、ある飲食チェーンの社長に、うん、なりさんこれあの海外でも同じコンセプトでやったら面白いと思うよみたいな、うん、あ、なるほど、なぜならばうちグアムにもお店持ってるんだけど、うん、海外のがシェフに挨拶したいとか美味しかったんで、よく映画とかでもあるじゃないですか、海外のシェフをこう呼んでくださ い、あるね、うん、海外、日本でももちろんシェフにフィーチャーするっていうのはあると思うけど、うん、海外の人の方がよりシェフに関心が高いから、うん、このコンセプトは外国人向けにもあの受けると思うよみたいなのを言われて、なるほど、ね、なるほど、確かにそうかもしれないなっていうのがあって、うんうん、まあ、なんであの同様にこうシェフの紹介は載せてるっていうようなところですね、うんうんうん、なるほど、なるほど、はい、いやセイバーもすごい丁寧に作ってるのよ、うん、日本の文化とかカルチャーとかマナーってすごいうるさいじゃない、はい、そうですね、でその辺もしっかり、まあ、動画だったりとか記事コンテンツとしてしっかり、はいはいはい、めちゃくちゃ見てくれてちゃんと見てるから、でしっかり作り込んでるの、はい、いやそれもわりかしクオリティ高めでね、うんうんうん、しっかりと作り込んでるんだよね、うん、だからあれだけ作ってあると、まあ、いわゆる、まあまあ、かっこいいとかクールとか、はい、まあ、そういった表現で多分外人たちには捉えられると思うし、うんうんうん、それでわりかし大事だったりするじゃない、外人ルック&フィールの感覚からするとさ、はい、だからその辺をすごい丁寧に作ってるのはすごい伝わってきたよ、まさにあの動画は特にはその例えば寿司の食べ方とか、うんうん、最初わからないじゃないですか、そのまあ箸も少し難易度高かったりとか、なんであの寿司の食べ方とかをこう YouTube の動画で上げてるとやっぱそれが評判良かったりとか、まあなんであの醤油はシャリじゃなくてネタにつけるんですよとか、まああとあの始めた当時はまだ外国人のマナー問題みたいなのがあったの、結構高くて、で飲食店側もやっぱり外国人向けのお客さんを呼ぶか呼ばないかは五分五分だったりしていて、あ、歓迎するモードと拒否するモード、はい、だから食事のマナーとか、うん、あのドタキャンとか、うん、まあ、一部まだこうネガティブな要素があったので、うん、まあ、まさにそういう大将とかにこうインバウンドが増えるのはウェルカムだけど、うん、こうマナーよく伸ばしたいというか、うん、まあ、そういうコンセプトで、でもあのなんかマナーがまだ知らないだけで教えれば結構ここまで伸びるっていうのもいろいろなパターンで伺ってたんで、うん、まあ、そういうのを伝える
あの媒体というか素材作りたいって言ったら、うん、そういうコンセプトであれば喜んで参加しますみたいな形で言ってくれて、なるほど、まあ、なんであの食材が傷むんで直前のキャンセルはしないでくださいねとか、まあ、例えばお寿司だったら風味も味わうんであんまり香水はつけないようにとか、なるほど、なるほどなみたいな、なるほど、はい、あの逆にあの日本人が見ても結構勉強になるような、なるほど、あのこう素養というか、うん、なんかそういうのをこうの語ってもらって、うん、そうするとおっしゃるようにこうクールとか、うん、エデュケーショナルだとか、うん、こういうのは素晴らしいとか、まあ、あの日本の文化を学んできていっぱい勉強したつもりだったけども、うん、まだまだ学ぶべきことがあるのこの動画を見て知ったとか、うん、まあ、あとやっぱ技術がすごいんで、うん、なんかの大根のかつらむきとかはなんだこの素晴らしい技術は、ね、なるほど、でなあの80年代にあったファックスのようだみたいなアメリカ人っぽいあの表現だなと思います、はい、そのアンケートとかそういう回答があって、まあ、そういうコンテンツは結構力入れて作ってますね。なるほど。やっぱ日本の魅力が正しく伝わってほしいっていうのがあったんで、だからあれですね、あの動画作成会社とこうやり取りするときも、うん、なんかこれ面白い動画入れるとバズるんですとかっていう提案を受けるんですけど、いやそういうことじゃないんです。そうじゃないよと、うん、まあ、あの再生回数が多いに越したことはないんですけど、バズらせることで一元的なものじゃない、そうね、日本の文化が間違って伝わっちゃうのは嫌なんで、うん、あのちゃんと伝えるように正しく伝えたいんですっていう、その上でいい動画作ってほしいんですみたいなっていうところ、やっぱあの現場のチームもこだわって作ってくれたっていう感じですね。セイバージャパンのユーザーさんは主にどの国が多かったですか。はい、主には、本当、まあ、コロナの直前までは、うん、香港、台湾が一番多かったですね。台湾か、はい、なるほどなるほど。近い、どちら、艦隊語だっけ。そうですね、艦隊、反対か、そうですね、うん、でまあ、あとシンガポールとか、うん、でオーストラリア、アメリカみたいな、うん、英語圏と、まあ、英語使うアジアみたいなのがあの強かったっていう感じですね。なるほどね、はい、なんか共通して見えてるのはどっちもすごいそのコンテンツ作りにこだわってるなと、うん、だから、うん、変な話その、グルメ検索サイトの域はもう、はい、まあ、メディアって宣言してるくらいだから、うんうん、その域はもう完全に超えていて本当にメディアとしてのこだわり感がすごい伝わってくるんだけど、うん、そのコンテンツのクリエイティブとかコンテンツ作りみたいなところってなんか、はい、監修してるというかそういう 何かガイドというか専門家がいるの。いやそういうわけでもないですね。あ、そうなんだ、はい、もう本当にうちの、まあ、編集部があって、うんうんうん、編集のスタッフがいて、うん、まあ、あと企画のメンバーとか、うん、まあ、僕らがいるんですけども、うん、その中で、まあ、今だったらこういうのやろうとか、うん、ああいうのやろうみたいなのを言って、うん、それでやりましょうっていうのをこうガンガン今だったらもうスラックの中でそれがどんどんお、はい、バシバシいい空気感だねやり合いながら作ってってるっていう感じですね。うん、あ、そうなんだ。はい、じゃあまさになんか社内の社員、はい、スタッフたちで作っていってる感じ。そうですね。あ、そう、はい。結構だからなんていうんですかね、手作りっちゃ手作りだと思いますね。お、そう、はい。いいクオリティだよね。本当すごいと思うよ。いい昔のあの有線と変わらないそこは。あの本店に作るのは自分たちで頑張って作るっていう。そうか。はい。なんか最近の取り組みだとさ、はい、まあ、このコロナの環境の中でさ、いろいろ一生懸命試行錯誤、僕があの面白いなと思ったのはあの、オンラインレストラン、はいはいはい、うん、あの遠距離の人も含めて、大切な人たちと、うん、まあ、大切なディナーを楽しもうみたいなのをやられてるのを見て、はい、あ、これ面白い企画だななんて思ったりもしたんだけど、はい、ああいうのやっぱ今後もちょっとまあウィズコロナの時代だからやっていこうとしてるの。そうですね、ちょっとやっぱあのいろんな試みをやっていきたいなっていうのはあったんで、うん、まあ、ステイホームの時にあの有線でやってるリーチストックっていうサービスもあるんですけども、うんうんうん、それはもともと食材をこう飲食店にこう届けるっていうようなサービスだったんですけど、うんうん、コロナの時にやっぱり飲食店がこう休んじゃったんで、うん、あの食材のこう行き場がなくなっちゃって、うんうんうん、でそれをユーザー向けにやったら、うん、まあ、ユーザーがこう応援の気持ちも含めてすごく買ってくれて、うん、とかあの企画の中でシェフが出てくれて、うん、まあ、その食材を各家庭で作ってみんなで同じもの出来上がるみたいな、うん、まあ、いわゆるオンラインレストランみたいな試みが、うん、何回かやったらあのちょっと面白い感じになったので、うんうん、まあ、そういうのはこの後も一つ可能性として、まあ、ビジネスとしても、うん、まあ、面白いこう取り組みとしてもあるよねっていうところで今こう続けてる
感じですね。なるほどね、はい、まあ GoTo イートも始まったし、はい、GoTo は参画してるんでしょ、はい、だよね、どういうなんか始まったところか今、はい、どんな感じ初動っていうのか分かんない、ね、初動10月始まってやっぱり、うん、GoTo イートの店舗の予約やっぱり伸びてるのと、うん、9月まではまだ前年対比 70% 台だったんですね、ウェブ予約が、うん、でももう10月になってからも前年比を超えてる、おお、そうなんだ、形ですね。あ、それはなんかいいことだね、でもね、いいことですね、うん、まあなんか報道とかだといろいろこう不正な使い方がクローズアップされてますけど、ああいうピックアップのやり方するからね、はい、対局的にはあの飲食店の予約はすごい今伸びていて、うん、特に GoTo イートに参加しているお店はもう今 250% とか 前年比で予約が入ってるんで、まあ、あれはすごくいい取り組みだなと思いますね。多分11月とかもより本格化してくると思うので、ああよかったね、はい、でも予算幅がさトラベルに対して少し小さめじゃない、はいはいはい、だからあの噂ではさ、いろいろ打ち止め、はい、みたいなのも起こっちゃうみたいな、なんかそういう揶揄もあるけども、はい、その辺はどうなんだろう。そうですね、まだでもちゃんとある感じですね、まだまだ大丈夫、あのところ見てるペースだと。なるほどね、はい、じゃあまあちょっとコロナの話になってきたからさ、はい、ちょっとコロナ周りの、ちょっと2000もうね、まあ、11月末10月末にもなってきたから、はい、まあ、成内社長含め、有線メディア含め2020年の外況含めさ、はい、まさにコロナとの1年だったと思うんだけど、そうです、ね、まあ、ちょっと飲食業界の話とインバウンド、はい、両方話せる人って急な人だから、うん、社長としてね、あんまいないからさ、はい、直撃しましたか、はい、ダブル直撃してるし、あんまいないと思うんだよ、だからその辺の話をザクバラに聞きたいなと、はい、もう前にまあちょっとしっかり飲んで、そうですね、うん、そうそうそう、はい、じゃあ乾杯、なんかやるとそうそうそう、まあ、本当今呼ぶかっていう感じですもんね、はい、ここにそうだ、ね、はい、年始ぐらいだったらもうこう来てたとこですけどね、そうだね、はい、でも逆にあれだよ、この後のファン作りっていう意味ではいい時期だと思うよ、そうですね、うん、逆にいいタイミングかもしれないですね。どうだった、じゃあまず飲食業界の話から聞こうか、はいはい、ちょっとマクロ的な話し方いこうかな。じゃあどう、年始始まってからさ、急に空気感変わったと思うのよ。いやそうですね、でもちょっと一泊遅れてたんだと思うんですけど、まだその去年インバウンドセミナーみたいなのを、うん、あのうちの社内でもやって、うん、まあ、飲食店さん集めて、うん、こう海外の人の呼び方とか、まあ、どうやってアプローチしていくのかとか、うん、まあ、来た後どうもてなすと、うん、まあ、次につながりやすいのかみたいなセミナーをやってたんですよね、うん、でそれがまああの結構飲食店さんも集まってくれて、うん、じゃあこれの福岡版をやろうって言ってやったのが2月の頭なんですよね。だからまだ2月の頭はウィンバウンドセミナーで福岡行ってたっていう集めよう、いらっしゃってもらおう、はい、で参加者さんからもいろいろ勉強になりましたとか、うん、まあ、こういう取り組みをしていこうと思いますとか、うん、熱いアンケートのが来てたんで、はい、あ、これは今年盛り上がるぞっていうのと、うん、まあ、まさにさっきのセーバージャパンの掲載の新規の獲得とかも1月が、うん、まあ、当然過去最高件数だったので、うん、これはもう、まあ、6月ぐらいまでこうガーッと伸びて五輪直前の7月ぐらいはもう確定が大変なんじゃないかなみたいな、ね、イメージをしてたら、うん、まあ、どんどんこうコロナのあれで雲行きが怪しくなって、うん、まあ、2月の後半ぐらいから出て、うん、で3月に入ると、まあ、一部北海道からやっぱ先に結構あの感染者が出ちゃってとかありましたけども、うん、まあ、もう皆さんご存知のとおり3月の後半は完全にもう業界的にはもうコロナが蔓延して、うん、まあ、お店もこう休業したりとか、うん、まあ、中にはもう早々に畳んだりとか、うん、まあ、のテイクアウトにシフトしたりとか、うん、まあ、そういう感じで特にやっぱもう4、5はもう本当に厳しいタイミングでしたね、うんうん、だからもうそれに直面して、うん、まあ、我々の事業もずっとこう右肩上がりで10年ぐらい伸びてたんですけども、うん、まあ、かなりダメージを受けて、うん、まあ、それやっぱ僕らのお客さんのやっぱ飲食店様がこうダメージ受けてことだったりするんで、うん、まあ、逆にもうこれはやむなしで、うん、今僕らがこう媒体としてできることは何だろうっていうんで、いろいろまさにあの最初にあのおっしゃっていただいた衛生対策とか、うんうん、安全宣言、ね、安全宣言をするとか、うん、まあ、テイクアウトデリバリーにシフトするお店が増えたんで、うん、まあ、そういうのを
ちょっとでも伝わるようにそういう特集を作ったりとか、まあそういうのをやってたっていう形ですね。なるほど、なるほど。なんかセーバージャパンの PV なんかもガーって伸びてて、一応あの120万 UU 超えて、まあ国内のインバウンドメディアとしてはナンバーワンに、リサーチ結果でも出てたんですけども、ドーンって落ちましたね。もう崖のようだよ、だってさ、はい、そうだよね。まあ、一皿はまだこうなだらかに落ちて、今復活して、今2月を抜いてまた1月で平時にかなり今戻ってきてるんですけども、インバウンドもドーンでしたね。そうだよね。じゃあグルメはまあ GoTo イートのあれもあるし、はい、まあ、みんながウィズコロナをうまく活用というか、うまく対応できるように、まあなってきている生活習慣の中に入り込んできているから、この後はあれなのかな、ある程度はこう前年カバーな状況になってくるのかしら。はい、そうですね、やっぱ総論としてはなっていくと思いますね。例えば Google トレンドで GoTo トラベルと GoTo イートを検索しても、やっぱりトラベルイートの方が2倍ぐらい検索ボリュームが多いんですね。ああそう、まあ、だから多分食べる方のが頻度も早いですし、やっぱりあの旅行よりもこう使える人の幅が大きいんで、多分関心も高いと思いますし、まあ、かなり使われていくかなというところと、まあ、ただ今までと違うのはやっぱりあの大人数の宴会とかやっぱ極めて少ないと思うんですよね。今僕らの予約データ見ても、4人以下の予約はあの9月とかでもこう 80% ぐらいに戻ってきたりとか、そうなんだ、はい、っていう感じでしたけど、やっぱ8人10人とか超えるとやっぱ前年比 50% とか、あのエリアによっても結構地方の中堅都市とかのやっぱ先に回復してて、それは多分トラベルの影響もあったのかなと思うんですけども、結構だから東京が一番最後に戻ってきてるっていう、あとランチのが先に復活して、まあディナーが徐々に戻ってきたりとか、東京の中でもなんていうんですかね、中野とかああいう三茶とか郊外っていうか住宅地のが先に戻ってるんだ、はい、まだ池袋と銀座だけは戻りが悪いですね、はい、渋谷とかもかなり戻ってきてるんですけど、なるほどなるほど、多分まだオフィスがこう出社 NG にしてリモートワークを推奨してるとか、もともと中国人とかインバウンドがすごく多かったエリアとか、そういったところは戻りは遅いですけども、総論で言うともう10月をあの 昨年の10月超えてきてるんで、うん、はい、だから今年はなんていうんですかね、もう少人数お食事会忘年会宴会みたいなのじゃなくて、じゃあそういう感じになって、ね、回復はしてきているものの、はい、この後の まさにその11、12日、忘年会お疲れ会、はい、クリスマス会、新年会、この形も変わってくるの、様式みたいな、確実にでも少人数化はしてくるでしょうね。そう、30人居酒屋宴会でみたいなのはもう多分企業としてもできないですし、リスクもあるんで、だから本当に基本的には4人以内の人数のお食事会がこうあるっていう、たくさんあるっていう、なるほど、はい、細かく分散してやるみたいな感じ。そうですね、飲食店さんが少人数の受け入れのこうあのテーブルを多く持った方が多分いいですね。なるほど、まあ、じゃあなんかあのよく考えれば、なんか大テーブルドカンと抑えられて、やるっていうよりも普通にテーブルを抑え、普通にテーブル運用で、まあ忘年会新年会がこなされていくのかもしれないね、っていう形だと思います。やっぱでもみんな食べるの好きな人は多いですし、今の戻り方見ててもやっぱりそういう傾向はあるかなと思いますね。なるほど、じゃああれ本人ナレさん自体も、はい、年末年始はどういう形になっていくか、やっぱり僕もそうですね、少人数の食事会がこう入っていく感じですね。大好きだったもんね、だって大きいさ、みんなで集まってやるの好きでしょ。あ、そうですね、大人数の宴会も大好きです、ね、もうみんなで集合写真撮ってるのも何度も見てから、はい、ね、宴多かったですし、ね、そうだよね、はい、フットサルとかもやってたんで。そうだよね、はい、そうか、まあそうだね。じゃあちょっともう一方のさ、はい、インバウンドの方も気にしてる人もいるし、僕らも気になって、まあね、消費者の方もさ、はい、海外旅行、はい、含めていつ行けるのみたいな話になってる中で、はい、インバウンドの状況って今どういう状況になってるの。そうですね、なんか最近、あのちょぼちょぼ、予約は入り出してるんですよね、実は。あ、そうなんだ。ほんのちょっとずつ、で、
まあ、やっぱり何ていうんですかね、コロナに入る時も実は年末ぐらいから台湾の人のキャンセルとか実は去年出てたんで、うんうんうん、海外の人がなんかトレンドとしては早い、早く察知する動きとしてはありますね。で今も台湾とかまさに香港とかちょっことだけアジアの人の役が入ってたりするんですけども、ただまだ全然わかんないですね。でも来年一応五輪がありそうな雰囲気があるので、まあ国もその渡航規制をこう安全度の高い近いアジアから解除してって、まあ解除し返してもらうみたいな動きもしていきそうですし、まあ、その辺はあるのかなと思いますね。なんかビジネスサイドからね、あの柔軟に緩和をしていく雰囲気にはちょっとなってるもん、ね。はい、そうですね、うん、ビジネスで留学生、うん、最後観光客で、うん、まあ、観光客もその個人客、うん、最後団体になると思うので、うん、まあ、順番としてはそういう順番で徐々に解放されていくっていう話ですけど、あとはあの菅さんが首相になって、うん、あの官房長官の時にももともとあの日本のインバウンドって2020年に4000万人まで、あ、そう言ってたね、で3000人に、うん、あ、30年に6000万人まで持っていきますっていうふうに立ててて、で官房長官時代に30年の6000万人は、うん、あの変えずに掲げますっていうのをおっしゃってたんで、なるほど、まあ、多分、まあ、コロナの状況がどういう落ち着き方をどのスケジュール感の中でしていくかっていうのはあると思うんですけども、うん、まあ、30年の6000万人っていうのは、まあ、どの道日本の人口もあの減っていくっていうのもありますし、多分そこは目指すところだと思うので、うん、まあ、そういった意味では短期的にどういうふうになるかなっていうのは、まあ、今のちょっと状況を見つつなんですけども、うん、中長期的にはやっぱり戻っていくと思いますんで、うん、まあ、良くも悪くもね、インバウンドメディアってこの間いろいろ減ってっちゃったんですよね、あ、この状況で、辞められた方もいたし、そうですね、辞めてた媒体とかメディアもあったん で僕ら 今でもこう粛々と維持しながら、うん、サービスの改善を実は裏側ではやってたりするんで、うんうん、まあ、このインバウンドの波が戻ってきた時は、まあ、飲食店様のお役に立てるメディアとして、うんうん、あのご提供できるだろうなというふうには思ってるんですけど、ね、うん、そうだよね、はい、このままじゃないからさ、うん、ずっとそれがどこまでなのか、はい、まあ、なんか淡い期待でいけばね、うん、もう来年 の, その、まあ、オリンピックは間違いなく多分やると思うんだよね、はい、夏ぐらいまでにはね、うん、ある程度こう活気というか、そうですね、か戻ってほしい と, ちょっと戻ってるといいですね、まあ、一般の旅行客まで、ね、はい、ある程度戻ってほしいなとは思ってるのよ、うん、そうか、どうすんの年末年始。年末年始はでも同じ、やっぱりパーティーしたい。パーティーって言わないようにして、あ、そうですね、誤解されるよ、もうお食事会を、お食事会、はい、お食事会を承認です、あ、こういうのはちょっとないです、ないですよ、ね、はい、そうだよね、だってでもね、いろいろ広報周りのね集まりだったりとかさ、そうなんです、あの出る側も多いからね、いろいろとさ、まあ、だからあるよね、ですよ、今までずっとこう交流会みたいなものもリアルでやってましたけど、うんうん、ね、ビジネスの交流会とか、はい、あのメディアの記者さんとかっていうのも全部もうオンラインになりましたし、うんうんうん、まあ、いいんですけどね、顔が近くで見れるんで逆にオンラインもいいなと思う反面、うん、やっぱりこう空気感を共有できないので、ね、ちょっと寂しいですよ ね、 そうですね、一回会っときたいですよね、うん、オンラインやるんだとしても、いつも会いたいと思ってる愛を伝えやっぱ会うとなんていうかな、本当にホッとするし、そうですね、うん、オンラインだとさ、この間のあのウェブセッションの時だって、はい、まあ、ある意味実務的に終わるじゃない、うんうんうん、まあ、45分とか50分ぐらいです、うん、まあ、なんか要点だけ話したらさ、はい、なんか切るじゃない、 そうですね、その後だらだらと喋ることもないじゃない、うん、でもたまにはさ、なんかやっぱり、ね、しっかりとこう心の、ね、心根の話もしたいし、うんうん、っていうのはあってさ、あ、俺一皿の T シャツ触れたっけ、ああ、触れてない、あ、冒頭に触れて、冒頭触れた、はい、一皿って書いてあるね、酔いながら話してるから、ね、忘れちゃったら忘れなかったよね、一皿、その T シャツ可愛いね、 ありがとうございます、うん、分かりやすいやつ売ってんの、それ、これ売ってないですね、売ってない、買うことできないのねそうですね、あのプレゼントします着れるサイズのやつ、着れるサイズのやつありがとう、はい、まあ、そんなコロナの中、うん、まあ、ある意味では一つの過渡期はもう超えてると思うのよね、はい、これからは回復に向かっての、そうですね、仕込みと努力とさ、はい、あの準備だと思うんだけど、ちょっと近々のじゃあ、あの予定というか、はい、この後近々何か考えてることだったりとかをちょっと聞いてみたいんだけど、うん、そうですね、うん、やっぱりでもまだあのダメージが
こう業界の中で大きく残ってたりしますし、まあ戻ってきてるとはいえいろいろな可能性とか選択肢が出てきてます、テイクアウトとかデリバリーとか EC とか、だからそういうところはそういうのが得意な各社さんと今タッグを組んで連携を、はい、例えば Uber さんとかであれば一皿の店舗ページからも Uber でにリンクが貼れるようになってたりとか、まさに PIX さんとかテイクアウトのサービスのリンクが貼れるようにっていう感じで、まあいわゆる最近のこのデジタルトランスフォーメーションじゃないですけども、まあ店内収益だけじゃない選択肢のこう提供だったりとか、まあそこの連携みたいなのを深めてたりっていうのと、まああとは実際まあそうは言うけどどうしていいか、具体的にどうしていいか分かんないっていうお店さんも多いんで、はい、なんで僕らこう媒体というかメディアとして、まあ、まさにそのステイホームの時にトップレストランとかトップシェフがどういう対応したかとか、まあまさにもしかしたら冬第3波があるかもしれない、第2波3波があるかもしれないみたいな時に、まあどういう備えを今してるかとか、まあそういうトップシェフが経営目線でこう店舗経営をとか店舗運営をどうしてたかみたいなのをこう動画で、それだね、はい、あそれだね、インタビューしてみて、それはちょっと見てもらいましょうよ、はい、そうなのよ、ちょっと待ってね、これが酔いながら作業するのがこの番組の醍醐味だろうね。ちょっと待って、ね、頑張ってください。手元が、はい、これ台にして、ちょっと待ってね皆さんね、はい、はい、これで流れます。やっぱ行動派ですね、画面出した、ああそうですね、これですね、この真ん中にいらっしゃる人が編集長、はい、人さんの編集長で、この知る方がシェフで、はい、学芸大学 の、はい、あのレストランのシェフなんですけど、スタッフは多少やっぱあったんで、まさにコロナの時にどういう対応をしたとか、スタッフを集めてこういう形でやっていこうとか、テイクアウトとかいろいろやられてたんですけれども、スタッフへのメンターケア、ああなるほど、ね、はい、そうだね、実態としては分かりますけど、最初のこうなんか事象に対してのケアとしてはあんまりこうパッと思いつかないじゃないですか、まさにそうだ、シェフってずっとやってて料理作ってたんですけど、これ結構その経営者になろうシェフに実際お伺いしてコンテンツ僕も見て思ったのは、まあ実際のビジネスのマネージメントにも役立つようなことをシェフおっしゃられてたり、なるほど、なんともならないことがあるなと思って、そういう感じですね、ビジネスエッセンスも含めたコンテンツをちょっと増やしていきたいなっていうところも、この後もお二人のシェフの収録が終わった終わっていて、この後編集してアップしていくんですけども、ユーザーとして見ても、僕もこのレストランに行ったことあるんですけど、この映像を見た後でも多分行ってみたいなって思いますし、飲食店の方が見てもユーザーが見ても多分関心持ってもらえる内容じゃないかなっていうふうに思っていて、なるほど、なんでなんかちょっとこうビジネス寄りの店舗系のエッセンスがこう載ってるグルメメディアってまだあんまりないかなっていうふうに、確かにそうだね、はい、思ってたりするんで、この辺のコンテンツをこう増やしていくっていうのも一つ、まあ、対 C 対 B 両方に向けてもお役立てできるかなっていうのと、まあ、そういうファンが増えてくれるとサイトとしても嬉しいなっていう、はい、感じですね。確かにそうかもしれないね、なんか、まあ、さっき の、 その安全宣言もそうなんだけど、その、料理人の思いを伝えてきた一皿だからこそ、今のお店選び、今後のお店選びってなんかそういうの大事なんじゃないか、もし安全のどういうことやってくれたっていうのもお店の思いの一つの表現方法だけど、それだけじゃない気がしてて、なんかほら家で食事することも増えたし、もう今ちょっと廃れてきたけどオンライン飲み会になったりとか、なんかそういう方向の時期が一時期あって、本当お店でさ、 お店に行くとしたら、思い出深い店を選びたいって気持ちもっと上がってるし、お店に行くことの価値とか、なんか思いがすごいみんな上がったと思うんだよね、そんな時に、まあ、うまそうだとか、だけじゃない何か、みたいなのがすごい価値を持つようになったから、多分一皿が思い描いたそのコンセプトがすごく、あのアフターコロナに、すごい向いているなっていう気がすごいしている、そうですね、やっぱりシェフがあの手この手でいろいろ SNS とかも含めてやられてたんで、まあ、そういうのを表現できるといいなっていう感じですね、やっぱ僕らもあくまで媒体だったりするんで、まあ、主役がやっぱりシェフで、僕らがこうああするといいよ、
こうするといいよっていうよりやっぱシェフに語っていただく以上のことは絶対に言えないので、まあでもやっぱりシェフの方にそれをこうより多くの人に伝わる媒介として、まあ一皿がまあ使ってもらえればいいなっていうかっていう立ち位置ですね。ちょっと意地悪な質問っぽい感じの話なんだけど、シェフとか料理人の方ってとても頑固な方だったり、これ想像なんだけどさ、頑固な方でこだわりのある方、いろいろ口うるさい方とか、いろいろいらっしゃるんじゃないかなと思うわけよ。でそれ編集部のさ、人たちがその、まあ、接してね、あのもちろん協力的な方もいらっしゃるし、まあ、なかなか協力を引き出すのに時間がかかる人だったり、いたと思うんだよね。なんかその辺のコツっていうのかな、秘訣とかってなんかあったりするの？そうですね、いやおっしゃられるようにやっぱりあの職人気質なあの方も多いんで、あのまさに頑固であったり、あと職人気質かつシャイな方もいらっしゃるんで、出たがらないっていうのは、あの初期の頃結構ありましたね。で僕も何回か撮影に携わった時があって、これ結構ありがちだったのが、あの営業はあの店長とかオーナーと契約を巻いてくるんですよね。で撮影に行くとシェフが聞いてねえつ、聞いてねえ、俺はそんなん出れねえぞ、出たくないぞ、聞いてねえからって言って、これどうしようみたいな、で撮影に行くカメラマンも、どうしましょうみたいな、あれなんですけど、まあじゃあちょっと最初あの調理の手元だけ撮影させていただいてよろしいですか、って言ってこう撮る、でちょっと引きでを撮ってみて、でこうやってる写真を撮るんですけど、まあ基本的にうちはシェフのこうバストアップとこう調理をしてる写真2個撮るんですけども、この調理をしてる写真ってこう情熱熱量があってめちゃくちゃかっこいいんですよね。でそんなあれでちょっと引きで撮った写真を、すいませんちなみにこんな感じで撮れてるんですけど、シェフに見せると、ああまあじゃあそんな感じだったらいいわみたいな、やっていいよみたいな、いい写真だからね、よく撮れてるわけですよね。だからやっぱその写真とかこう記事とかこう出来上がったものを見せると、まあこういう感じで載せてくれんだったらいいよみたいなのとか、やっぱもうその時の会話とか、もちろんそれで全くダメだったケースもありますし、でもやっぱ現場で最初はこう難しかったシチュエーションがそういう中で OK になるっていうのもありましたし、もうそういうのの積み重ねですね。なるほどね。でそうしてたらこう中にはこう今度ひとさんの取材で出てもらいたいんですけど、したら、いや待ってたよ、おお来ましたかみたいな、自分から乗りたいとは言えないじゃないですかあの人が乗ってなんかいつ僕にも話が来るのかと思ってみたいに言われた時に、なんかまあブランディングじゃないですけど、一つそういう認知みたいなのが広がってきたんだなっていう風に感じた時はありましたね。なるほど、ね、だからもうなんか積み重ねです、積み重ねか、はい、もう現場の苦労はもう最初本当いろいろあって、なるほど、まあ、だからシェフにフィーチャーするっていうのも本当にそれで一つ価値を生むのかみたいなのもありましたけども、やっていくうちに、まあ、そういうちょっとエッジが立ってきて、で今あのシェフもこういう動画とかいろいろマナーのコンテンツとかも協力してあの出ていただけるっていうところまで来たんで、なるほど、まあ、それをよりこう今度は、まあ、まあ今で言うと本当動画、前は記事でしたけども動画とか新しい形で、まあ、オンラインレストランもそうですけども、出せていけたらなっていう感じですね。なるほどね、はい、いいね。なんかあの、まあ、動画もそうだしさ、まあ、ムック本もしっかりだから、クオリティ担保のサービスに大きく変わったと思うのよ、はい、だからあのそれがちゃんとさまざまなコンテンツでも活用できる環境にもなってきてる、はい、でそれを、まあ、あの料理人の方々にも喜んでもらえる環境になってきてる、それすごい大きいと思うし、はい、まあ、そこまで来ると、ある意味ではもうなんていうのかな、心配事はないんじゃないかと思えるような、立ち位置までもう今サービスとしては来てるんじゃないかなって。いやいや、もうこれからですね、はい、あ、そう、まあ、じゃあ2021はどう捉えてる、まあ、攻めに転じていくことになるんだと思うけど、そうですね、うん、でもいろいろアップデートですね、やっぱり新しい形に、あの切り替えていくっていう、まあ、あの今までの価値はこう残すものは残しつつですけど、こう見せ方とかこう提供の仕方とか、まあ、その辺はいろいろアップデートしていくあの形かなと思ってますね。なるほど、はい、今何あの全国にこう営業拠点みたいなのもあって、そうですね、店舗と接触してる、はい、今あの営業とこうメディア作りで2
2つ会社分けて、うん、あ、分かれてる、はい、こうコンビ組みながら今展開してるんですけども。あ、そうなんだ、はい、まさにだから飲食に特化したこう専属部隊で、うん、まあ、あの我々のグループが持ってる飲食店に役立つサービスがいろいろありますんで。なるほどね、まあ、そういうのも全部ひっくるめて、で今でいうその DX 化だったりとか、うんうんうん、まあ、コスト削減のものとも組み合わせて、まあ、飲食店の役に立つっていうのをご提供できる。あの、まあ、元々やっぱ優先今57期とかになりますけども、うん、まあ、メインクライアントは飲食業界っていう会社だったりしますんで、うん、まあ、飲食店の役に立てるものをこう取り揃えて、で、あの一皿とか、まあ、セーバージャパンは、まあ、よりこれからの飲食店に役立つ形のメディアにこうアップデートとかシフトさせていく形で展開できればっていうところですね。なるほどな、はい、さっきの動画なんかももうまさにそういうのの一つだったりしますね。なるほどな。もうなんか1万4000人の料理人の方つながってるってさ、多分だけじゃない？ああ、まあそうですね、シェフのこの情報の、はい、量でいうとそうかもしれないですね。なんでこの次はそこがもっとデジタルにつながってとか、はい、今掲載しているこうどちらかというとこうカタログ情報に近い部分もあるので、あ、そうか、まあ、もっとよりデジタルにシェフとつながって新しい価値がまたこう媒体に出せればより面白いなと思いますし。でも相当コンテンツの数いろいろない？そうですね、あるよね、はい、今何人で編集してるの、あのメディアたちは。メディアの会社自体でも100人ぐらいでやっていて、まあそれはあのカスタマーサクセスのチームもあの新しくあの20人ぐらいのチーム作ったりとか、あといわゆる企画編集エンジニア、まあ、あの営業とのコミュニケーションとかこういろんなチームで運営してる形ですね。なるほど、はい、当初も100あの20年前も100人ぐらいだったと思うんですけど、あの時は100人もいないか。いや、いたんだよ。でもいましたよね。いた、はい、僕が関わらせてもらった時も118名とか。あ、そんなにいたんでしたっけ。僕はまだ当時は2年目でしたけどね。もうでも俺の上だったのも、ね、全然グーの音も出なかったけど、いや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 。でも本当にだからそれを知ってるからこそ、ね、はい、ちょっと 言わせてもらえれば、うん、ここまで変容して、ここまでクオリティ担保して、ここまでコンセプト打ち出して、すごいと思う。いやいや、本当に本当にすごいと思う。改めてこれからって社長のすごさだと思うよ。いやいや、会社としてはまだ3期になるんだっけ。そうですね、あの事業会社になってからは3期ですね、うん、もうすぐ4期に入るのか、はい、じゃあちょっとね、あの少し長い未来の話もさ、少し、成内社長自身の思いだったりとか、その優先メディアの長いスパンみたいな話も含めてなんだけど、まあ、ちょっと中長期ではどういうことを考えてたりしてたりとかってある？そうですね、まあ、ちょっとまだイメージ湧かない部分もありますけども、ちょっとねハプニング起こった年だったから、ね、切り替えるの精一杯だったもん、ね、はい、でもなんかやっぱりあの僕食も好きですし、うん、まあ、こういうメディアみたいな、うん、あの事業でお役立ちできればっていうのもありますし、まあ、多分飲食店がまあ今回もきっかけでいろんな形とか形式増えてくると思うんですけども、やっぱりお客さん呼ぶとかお店とこうお客さんとのコミュニケーションっていうもの自体は普遍的だと思うので、まあその時時代時代の形のものをちゃんと提供できて、まあ自分たちで作ったサービスをこう提供できるみたいなのがまあし続けられるといいなと思いますよね。やっぱメディアが好きなの？そうですね、メディアっぽい形はいいなと思いますよね、はい、やっぱ絵になるもんな。インターネット企画部時代からの、そうだね、部署の名前ですか、昔のね部署の名前だね、あれがありますよね。でも成井さん自身もすごくさ、飲食に対してめちゃめちゃあの生活の思考も合ってるでしょ。そうですね、食べるの好きですね。そうだよね、はい、ちょいちょいインスタに上げたりもしてますけど、そうなんだよ、はい、これ楽しみにしね、そうですよ、つながってる、つながってない、フェイスブックはつながってる、はい、させていただく、すごいさ、たくさんさ本当に美味しそうなお店やっぱ知っているし、そうすごく刺激になるのよ。でも食通の方はもう天井知らずなんで、もう僕なんかもう序の口ですね、へ全然、あ、そう、はい、
タイムラインで拝見したあの焼き鳥屋さんのお弁当を私はいただきました。あ、はい、食べてるの。テイクアウトの。そうです、テイクアウトの。一時あのステイホームで、そのあの一番大変だった時はもうテイクアウト周り20店舗ぐらいしてたんで、はい、すごいこう仕上げた、はい、そうなんだ。いろんなところの弁当もうフェイスブックにガンガンあのやってたよね。味も外部もなくどんどん当時上げていて、だからあのステイホームの時に名刺が切れましたね。あ、そうか。逆に回ってたんで。だから俺ある意味では結構メディアの役割も社長ですからしてるんじゃないかなって俺すごい、うん、見てるとすごい思ってんのよ、うん、お店に積極的に行ってるし、うん、そういうのってすごい大事だったりするじゃない。そうですね、まあ今どういう感じかもお伺いしたかったり、うん、だからまあ一皿もこういうのやってるんですけども、 Google にもテイクアウト載せられますよとか、うん、食べログにも今載せられますよとか、うん、なんかそういう雑談もしながら、うん、どんな感じですか今みたいな、でちょっとでもなんか応援になればっていうんで、うん、SNS も上げてとか。そうだよね、はいはい、ウニもやってるんだ。ウニもやってますね。ウニだけのアカウント。ウニだけです、はい、それは何なの、ウニが好きなの。そうですね、ウニが好きなのもありますし、あれはだから 3,4 年前そのインスタがやっぱりこうすごく伸びてきた時に、うん、インスタグラム分かんないとダメだなと思って、うん、でなんか始めようと思った時もうすでにでもあのなんていうんですかね、ラーメンとか肉とか寿司とか、うんうん、ポピュラーなものはあのそういうの専門でやってるアカウントが結構あったんで、うん、じゃあこっからな部屋の何にしようかなと思った時にもこの映えるのもありますし、うん、もうウニに特化しようと。それ珍しいよね。だからある意味趣味とこうインスタマーケティングを兼ねてこう立ち上げて、はい、で今に至るっていう感じですね。すごい、ウニだけなんですね。そうですね、もうウニだけでやっていて、だからもうあのこの前リールっていう新しい機能、 TikTok 的な機能をインスタが出したんで、はいはいはい、前のも井の一番に15秒動画上げてみて、ウニの、そうですね、ウニのいろいろ寿司屋の大将がこうやって出すウニとか、まあ、肉とウニのセットのやつをこうやって出すみたいなのを上げたら、うん、結構どれも1万再生以上されますし、いいのは5万再生とか今6万再生されてるんで、リールの影響力すごいなっていうのも肌感で持ってたんで、うん、今こういうのやるといいですよっていう話が飲食店さんまでできる。あれじゃない、ちょっと おすすめの飲食店とか聞いたの、そう伺いたいです。そうですね、行った方がいい、うん、いやおすすめ聞かれるとなんかいつもすぐ答えるの困っちゃうんですけど、うん、あ、いろいろ行かれてますね、はい、いろんな、うん、でもたまたま最近すごい美味しい中華見つけて、あ、はい、学芸大学にある、学芸大学、そうですね、また渋いな、もともと僕学芸大学住んでたんですけども、うん、そこに多分去年できたあのファームスタジオ203っていう店があって、一皿にも載ってるんですけども、うん、めちゃくちゃうまいんですよね。お、そう、はい、なんていうんですかね、こうすごいいい感じにしびれる麻婆豆腐とか、あ、もう餃子ももうめちゃくちゃ肉汁がジューシーだったり、まあ、なんかあとビールもすだちビールだったりとか、うんうんうん、なんかあの塩焼きイカ焼きそばとかも、そば、うん、の麺がすごい細麺で美味しかったりとか、うんうんうん、最後の TKG からの卵かけご飯、それがあの中華スープで作ったやつで、めちゃくちゃ美味しくて、全部なんかちょっと違う角度で切り込んでくるメニューで、どれ食べても美味しいんですよ。あんかけ焼きそばもう2回行っちゃったんですけど、うんうんうん、あまりに美味しくて、その日に翌週の予約を取っちゃったぐらい。すごくないそれ。あんかけ焼きそばもなんかイノベーティブなあんかけ焼きそばだったりとか、まあ、中華いろいろありますけど、はい、あんまりこういうの見たことなくて、うん、本当に美味しいみたいな形だった。そこおすすめですね。なるほど。オッケー。じゃあ、これ後で聞いたらいいのかな、店名はね。そうですね、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、そうだね、いろいろほら立ち位置があるから。あ、そうですね、そうですね、そう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 、紹介しちゃってよかったのかあれですけど、そう、ね、めちゃくちゃおすすめです、ね、okay。 はい、まあ、じゃあちょっとね、だいぶ時間もね経ってきて、いろいろお話できたけど、はい、まあ、見てる方々にねちょっとメッセージ的なやつをね、はい、そうだな、うん、
いろんな切り口あるからね。そうですね。お店に向けてのメッセージもあるんでしょうし、はい、サービスのパートナーの方々、それから、うんうんうん、まあ、普通にユーザーの方々もいらっしゃる、はい、まあ、どの方でもいいんですけど、ぜひメッセージをなんか、うん、そうですね、まあ、やっぱりこのタイミングですと飲食店をやっぱ、うん、どう応援できるかみたいなこともあるかなと思うんですけれども、うん、まあ、まさにその衛生対策とか安全宣言したときに、やっぱり飲食店が少しでも安心して自分のお店使ってもらいたいっていうところから、うん、多分ああいうあの動き、まあ、今でこそなんかやっぱスタンダードになってきましたけども、うん、まあ、いろんな飲食店さんがやられてこうフォーマット化したと思うんですけども、うん、まあ、今うちもそうですし、どのグルメサイトもそういう情報を載せてますし、うんうん、まあ、その中でお店がいい料理とか、うん、まあ、いい接客みたいなのをして、うん、この年末年始も盛り上げていこうと思ってると思うので、うん、まあ、ぜひこういう媒体だったりとか、まあ、いろんな情報を見て、うん、まあ、多分大人数は難しいと思うんですけども、ね、ね、まあ、お店が提供している安全安心なにこう向けてやられている環境の中で、うん、食事を引き続き楽しんでもらいたいなっていうふうに思いますね、うん、なるほどね、はい、綺麗な感じで言うと、はい、わかりました。ええ、今日はねちょっと忙しい中ね、本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございますじゃあ今日のゲストはね、株式会社郵政メディアの代表取締役社長の成内英輔さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。